話したり書いたりしたことがあるんですけども、今日また親鸞について話してみたいと思います。で、まあ自分としましては親鸞について話をするたびにごとにいくらかずつまあなんて言いますか新しい視野みたいなものがこう開けてきます。でいくらかずつ、ほんの少しですけれども新しいことも言うことができているんじゃないかっていうふうに考えています。今日また信頼についてお話しするんですけれども、まあ、いくらか今まで話したり書いたりしてきたことに新しい何て言いますか見方っていいましょうか視野っていうものが付け加えられるんじゃないかっていうふうに自分では思っております。でこれは自分で思っているだけで本当にそうかどうかは全くわからないですけれども今日また診断についてお話ししてみたいというふうに思います。で診断の一番の大きな著書は教行信証という著書なんですけども、教行信証の中で診断が自分は生涯のうちに3回考え方っていうものが変わっていったその転機があるっていうふうに語っています。それでその3回の転機っていうのは何かっていうことからお話ししてみますと、まず一等はじめ親鸞も比叡山に修行僧として、まあ、若い時に入っていったわけで、その時から、その当時の、なんて言いますか、